まもなく2022年が終わろうとしている。そして私たちは2022年の最大の事件、あるいはこれを中心に、世界がどん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 動いていった、2月の24日つまりロシアがウクライナにした、いわゆるウクライナ戦争って言ってるわけですね。変と思いませんが、ロシアってなんだ、かつての超大国ですね。2番目、世界で最もたくさん核兵器を持ってるわけです。そして3番目、ここに書いておきましたが、ナポレオンの時代、今から約200年前にもう国が滅びても良いほどに痛めつけられたんです、ロシアは。そこに冬将軍と書いてありますが、冬将軍というのはものすごい寒い、まあなんて言いますかね、嵐が吹くわけですね。だから冬将軍が来て、ロシア人もたくさん死んだけども、勝ち誇っていたナポレオンが敗れるわけです。でその前に、皆さんもご存じの通り、モスクワという、当時からもモスクワといえばロシアの首都ですが、そのモスクワを全部焼いたわけですね。誰が？ロシア人が。つまりナポレオンに服を与えない、食べ物を与えない、家の中における暖房も取らせない、全部焼いたわけです。もう要するに切羽詰まって、ロシアは滅びてもいいっていうような勢いやね。ちょうどその時に冬将軍が吹いた、1812年11月16日と書いてありますが、マイナス30度ぐらいの嵐が吹くわけです。これは大変ですよ。だから先ほど言いましたが、ナポレオンの軍隊というのは出発した時はフランスの夏やったわけです。だから簡単にロシアを潰すことができるというんで、今言ったように夏の服装やったんです。そこへマイナス30度ぐらいの寒風がふわー吹いたら、もうこれはもうどうしようもない、バタバタ。そして命からがらナポレオンが帰ってくるわけですが、これがナポレオンが崩壊する大きな原因。だからナポレオンがそれまで、つまりロシアに行く前にヨーロッパをほぼ支配したわけですね。私たちは幕末維新と言いますと、日本において今から約150年、だからもうちょっと前、だから幕末の動きが始まる頃の多くのは志士と言われるんですね。ライムとちゃいますよ、志士。その人たちがモデルにしたのは何か、ナポレオンなんです。あのナポレオンのようになろうと思ったぐらいですね。しかしそのナポレオンが冬将軍の中で潰れていったわけです。もうロシアが滅びても当たり前だけど、ギリギリの中でロシアは生き残った。こういう体験がロシア人にあるわけです。体験ってどういうことを言ったら、苦しさの中から我らは学びをやろう。その次にヒトラーと書いてありますが、冬将軍1941年と書いてますが、この時もまあすごかった。だからナポレオンの時代とヒトラーの時代は軍部の、あるいは軍人の兵器が違いですよね。飛行機もあるし、戦車もあるし、トラックもある。それでも冬将軍に負ける。結局命からからナチスは帰ってくるわけです。だから先ほど言いましたが、ナポレオンも絶頂を極めてたけども滅びる。ヒトラーもあとイギリスっていうのだけ残しててもロシア行ったんです。なんでロシア行った？大地が欲しいから、土地が。だからドイツ人のための生きる糧を我々はロシアの広い広い草原で得たい。だけど行っても結局負けるわけです。冬将軍、ロシアってなすごいね。だから今冬将軍、冬将軍のところに2つ書いてありますが、一体何があったのか、祈りなんですよ。私たちは祈り言うたら、日本人の場合は神への祈りって考えるね。神様への祈り、でこれはご利益なんですね。ご利益なんです。つまり病気が治るとか、お金持ちになるとか、商売がうまくいくとか、そういうことをいろいろ考える、要するにご利益なんです。ロシアは違う。だから私たちはそういう点を、ロシアを理解できてないんです。ロシア人、ロシア正教と言って簡単に言ってますが、こんなこれを通ってきた連中だから、ナポレオンでもう滅びるんちゃうか、ヒトラーによって滅びるんちゃうか。現にヒトラーがロシアに入ってきて、ロシアは勝ったとは言うけども、
2600万死んでるんですよ、ロシア人が。ある期間で、つまり限られた期間の戦争で、そんだけ人が死んだっていうのは、これ以外にはない。2600万ですから。皆さんお互い日本人で、この前の戦争で日本人はどれだけ死んだかご存知ですか？知らんでしょ？忘れてるでしょ？だから南はガダルカナルからニューギニアまで行った。満州においてもあった。あるいは原爆によってやったとかいろいろございますが、日本人は民間人を合わせて、軍人プラス民間人合わせて340万ぐらい死んでるんです。すごい数ですよね。340万が死んだわけです。戦争で。日本人は水に流すとか言いながら、もう忘れていこう、嫌なことは忘れていこうって言ってますが、ほら大変な戦争だったわけです。で、戦争は終わって、すぐに豊かになるか、そうじゃない、飢えるか死ぬかですよ。もうギリギリの中を人間が生きなくちゃいけないわけですね。戦争から生き残って、さっきニューギニアとか、あるいは南のね、太平洋の方から帰ってきた人って言いましたが、若いです。生き残って帰ってきた人は。そして彼らはどうしたかといったら、ほとんどが農民でしたから、食料の生産に入ったわけです。その当時、食料生産で日本にお米とか野菜ができるその間の時においては、もう死ぬんちゃうか、飢えるんちゃうか、もうアメリカから援助したとされて言われておりますけれども、アメリカから援助してもらったっていうのは、いわゆるトウモロコシ。トウモロコシと私は今言いますが、当時はナンバキビって言ってました。僕でも覚えてる。ほんでそのナンバキビの硬いやつが来て、そしてフライパンの上でそれをバーッと入れて、ほんでバーッと火で炙って、硬いまでに食ったわけです。それを食えんだら死ぬから。それじゃあその硬いナンバキビは何や？豚の餌ですよ。アメリカで豚が食べなかった、要するに余った豚の餌を日本に送ったんです。当時船で送ってきますから、いよいよ硬くなる。ほら大変ですよ。それでも日本人はガーッ食ったんですね。昭和21年、昭和22年ぐらいでしょうね。ロシアも今言った2600万ですよ。日本人が340万人が死んだと言ったら2600万、もうめちゃくちゃですよ。そういう中からロシアは生き残る、生きていく。そして下にレーニンとトロツキーと書きましたが、1917年から1991年、だから1917年と言いますと、もう200年、いやごめん100年以上前の共産主義革命です。